こんにちは島田ですセールスのロープレに関しての、えー、お話をですね、えー、何回かに分けて、えー、皆さんにご案内したいなということで、まあ、ロープレをですねどういうふうにやれば、えー、自分自身のですね営業に対してプラスになるのかもしくは全然プラスにならないのかということで、えー、お話をしていきたいなと。 えー、いうことなんですけど、まずですね、ロープレイをやる前に、えー、一人一人が自分自身でトークができるようにならないとダメなんですね。セールストークがまず普通にできるようになる、そこまでの練習をやってから、初めてですね、ロープレイ、まあ、要は、疑、え、似、ー、のお客様ですね。 疑似、えー、客を <laughs> 立てて、えー、お互いにですねやるというのは、まあ、次の段階なんですね最初にトーク練習ですねどのようにすれば、えー、トーク練習が、えー、できるのかっていうのを、えー、そこの辺から順番にお話をして次にロープレをする場合の 注意点とかどういったロープレーがいいのか悪いのかそういったお話を順番にしていこうかなということなんですけどまあ、まずですねほとんどの方がトーク練習っていうのをすごいねやらないんですよあのセールスの世界っていうのは笑っちゃうほど練習しない人が多いんですねこれ何でなんだろうって思うんですけど我々 話すのが仕事じゃないですか。話すのが仕事なのにもかかわらず、えー、例えばですね、落語家さんであるとか、漫才師の方であるとか、役者さんであるとか、アナウンサーの方を頭にイメージしてみてほしいんですね。えー、まあ、アナウンサーの方は声出しとか、 こう歯切れのいい言葉を言うであるとか、読む練習を繰り返しやるわけじゃないですか。何て言うの,あの台本を読む前に何回も読む練習してからえテレビでやられてると思うんですよね。まあ私、アナウンサーになったことないんでわかるんですけど、それで例えば落語家さんなんて死ぬまで練習してるじゃないですか。まあ死ぬまでっていうとあれですけど。うんそれで 話を何回も何回も古典落語とかね、受験部、受験部とかやってるわけじゃないですか。<laughs> じゃあ、なんでセールスをやってるあなたは、ね、ちょこっと練習して、もうそれで現場に出て、えー、普通に、なんていうの売れたり売れなかったりするわけじゃないですか。そのレベルで果たしていいんでしょうかっていう話なんですよね。なんでこういう話をするかって言いますと、 私自身最初売れなかった人間なんですよ。売れなかったんで、どうにかして売りたいということで、自分一人でできることが何かないかなと思って考えてやり始めたのが、毎晩のトーク練習なんですね。家に帰って一人でもう黙々とやりました、トーク練習。毎晩毎晩。それで昼間はもう私らの時代なんで、 朝8時から夜9時、10時、11時まで飛び込みをさせられるわけですよ。それ、昼間は昼間でもう実践の試合をやるわけですよね。それで夜は夜で基本練習を繰り返すっていうことをやって、さすがにね、1ヶ月ぐらい経ったら上手くなったなと思って、1回録音して聞いてみたんですよ。 まあ、今はね、スマホとかでできるんですけど、当時は、えー、テープレコーダーで,ですね、あれで聞いてみたらすげえ下手くそで、ダメじゃんみたいな感じでね、それで結局、私あの、8ヶ月目に売れるようになったんですけどね、新卒で入って4月に入社して、11月にバーンと売れるようになったんですけど、その売れるようになった月まで。 まあ8ヶ月間毎晩練習したことによってトーク練習っていうのがこういった効果があるんだっていうのが段階的に分かってきたんですね。それをマスターしたことによってまあ結局売れるようになった理由っていうのは間違いなくトーク練習をしてたからなんですよね。要は皆さんが頭で考えて話をするっていうレベルじゃなくて何も 考えずに心の中からスポーンって言葉が出せるように変わってきたわけなんですよね。それによって、まあ、トークがこなれたっていうのがな自分の言葉として出せるようになったのが一番売れるようになったきっかけで大きかったんじゃないかなって個人的に思ってるんですね。ということでまず1人でやるトーク練習の段階を 何段階かお話しさせてもらって、次に2人でロープレーをやるときに、非常に注意が必要なんですね。というのも、<laughs> まあ私、たくさんの営業会社見てきたんですけど、ロープレーやるぞとかって言って、上司が、ね、部下に対してやるときに、やっちゃいけないことをやっぱりやりたがるんですよ。これ、何なのかっていうと、ロープレーっていうのは模擬戦ですよね。 まあ要は試合をもぎたものなんですけど、結局ですね、相手役の人が本来すごく難しいんですよ。なぜかっていうと、お客さんになりきってやらなきゃいけないのに、上司としてやっちゃうわけですよ。それでね、絶対お客さんが言わないようなことを <laughs>、まあもうそれね、プロじゃなきゃ知らないでしょっていうようなことをわざと言ったりするんですよね。要はは本来は もっと真剣にやるべきなのに、そこにちょっと遊びが入ったり、まあ、上司がからかったりね、部下はね、そういったのが入ってくると、何の意味もなくなるんですよ、ね、ロープレーの意味がないっていうね。<laughs> ということで、こういうふうにやっちゃいけない、こうやんなきゃダメなんだというのを含めてですね。 えー、ロープレに関して、まあ、これからお話をしていきますんで、ぜひですね、えー、勉強していただければというふうに思いますので、今日は概略をお伝えしました。えー、それで私はですね、こういったあの YouTube チャンネルで、えー、教育、営業系のですね、 お話をさせてもらうほか、あと、営業セールスで悩まれてる方のご相談等も受けさせてもらってます。あと、まあ、実際ですね、未だに現場に出て、営業同行して、売れる仕組みをですね会社さんに導入するというようなお手伝いをさせてもらってますんで、まあ、営業のこと何でも相談したければ。 えー、まだに、えー、ぜひ相談していただければというふうに思いますんでよろしくお願いいたします。